ペンシラーのウィルス・ポータシオがコミックコンベンションでスケッチしている。ペンシラーとはコミックブックや同様の視覚芸術が分業体制で制作されるとき、主に鉛筆による替え書きを行う役を言う。アメリカのコミックブック業界ではストーリーを絵に移し替える作業を担当するのがペンシラーであり、時にはライターとフィードバックを交わしながら作業を進めることが求められる。 原稿上で小回りを行うのはペンシラーである。ペンシラーの作業は鉛筆で行う。それ以上の詳細はアーティストごとに異なり、多種多様な道具が用いられる。多くのアーティストは昔から歩きの鉛筆を使うが、シャープペンシルや芯ホルダーを好む者も,もいる。芯の硬さに決まりはないが、薄い線で最初の主体を描くときには硬めの芯を用い、最後の仕上げには、 少し柔らかめの芯を用いる例が多い。その他、最初の小回りを行う時には、副写機に映らない薄い青の色鉛筆を用いるアーティストもいる。一般的に、米国のコミックブック用の原稿は、ブリストル氏などに描かれる。メインストリームコミック界の慣例では、原稿用紙サイズは1117インチであり、これは、実際の印刷サイズの1.5倍である。 ペン入れ担当のインカーは、鉛筆が原稿に直接描き込んでいくのが一般的だが、ペンシラーの原画を保存する場合には、ベラムシなどの透明な紙を重ねてトレースする。完成した原稿は、印刷の工程中に縮小復写される。フォトショップのようなデジタル描画ソフトが現れてからは、原稿制作の一部もしくは全体をデジタル化する動きが進められている。ルースペンシリング。 すなわち、ざっくりした描き方と呼ばれる流儀では、鉛筆画に特有の曖昧さをあえて残しておき、インカーに意図を解釈させる。この場合、クレジット表記では、ペンシラーがブレイクダウンもしくはレイアウトを行ったと記され、インカーはエンベリッシャーもしくはフィニッシャーと呼ばれるのが通例である。これに対し、原稿を細部まで書き込んで、 ペン画に反映されるべきニュアンスをすべて指定することを好むペンシラーもいる。この流儀はタイトペンシリング、すなわちカッチリした描き方と呼ばれる。通常、コミックブックのペンシラーは編集者との密な連携のもとで作業を行い、編集者はライターに依頼したスクリプトをペンシラーに伝える。コミックブックのスクリプトの形式は様々である。ライターの中でもアラン・ムーアなどは ページごとに精緻な長文による完全な公害を作成する。逆に、プロットの概略しか伝えないライターは、重要なシーンを短く描写するだけで、セリフも断片的だったり書かないこともある。後者の形式は、マーベルコミックの編集長を長く務めたスタンリーが好んでいたことから、マーベルメソッドという名で知られるようになった。ライターや他のアーティストが、スクリプトに、 ブレイクダウンと呼ばれるコマ割り案をつける場合があり、ペンシラーはそれに倣って、芯の描き方を決める。ブレイクダウンがなければ、各ページのコマ割りを、例えばコマの数や形と配置を決定するのは、ペンシラーの役目となる。スクリプトが作画の細部を指定していても、ペンシラーがもっといい構図の取り方があると感じ、スクリプトを無視することがある。ただし、 それには編集者やライターとの協議が必要なのが一般的である。ありがとうございます。